東京臨海副都市大海 BMW グループ、東京米 BMW グループ、東京米は東京都江東区大海の臨海副都市の地域にある BMW の体験型ショールーム。2016年7月9日開業。都が行った臨海副都市エリアにおける施設暫定利用事業の公募で BMW が事業者に選定され創立100周年の記念イヤーに開業した。 土地を都から借りる際に12年間の定期借地契約を結んでいるが地下の硬い岩盤にくいを打ち込み災害体制を強くするなど長期継続仕様を前提に設計されている2年半かけて構想を練り43億円を当時開業にこぎつけた施設は期間ディーラー店舗としてではなく400人規模の国際会議にも対応するコンファレンスホールや 基礎的なドライバートレーニングプログラムを実施できるドライビングエリアを備える新タイプのブランド体験型販売拠点である。低層平屋を胸とした建物を外区グリッドから角度を振って配置することで建物ファサードの視認性を最大化し合わせて建物周囲に緩やかな起伏を持つアプローチ空間イベント利用可能な市場エリアを設け往来する人々が賑わいを感じ 自然と施設を訪れたくなるような風景の創出が意図されている。エントランスがあるセンター胸を中心に右側の BMW を扱う BMW、東京米には四輪車が28台、モトラットのオートバイが10台、左側のミニを扱うミニ、東京米では11台がそれぞれショールームに展示されている。センター胸のエントランスホール正面には 一般的な総合受付ではなくネスプレッソとタイアップしたカフェを設置し、広々としたラウンジスペースでコーヒーを楽しむことができる。他にヒストリックカーを展示する屋根付きに認定中古車スペースや簡易整備と洗車などを実施するサービス棟なども設けられている。臨海副都新エリアを受けるシナジー効果を狙い、近隣他団体とのイベント共催も企画していく考えで、 年間30万人の来場を見込んでいる。なお、市場は有料で2時間税込み3000円となっている。ありがとうございます。